はい、こんにちは。2月21日金曜日の日替わり竹部でございます。さて本日の午前中でございますけれども、ラジオ日経さんのマーケットプレイスという番組に出させていただきました。でこちらの方で申し上げた内容というのは、昨日の米国市場、為替市場、ドル円相場の動き、非常にややこしい動きでしたねと、なかなか理解示すにはちょっと一般的な市況では、ご理解ちょっと厳しいんじゃないでしょうかねというちょっと僭越なお話をさせていただきました。で内容に関しては、リキアの FX 道場ブログの方に書かせていただいたんでございますが、要は、これは日替わり竹部でございますのでっていう言い方をしていいのかどうかわかりませんが、ぶっちゃけという言葉は不適切かもしれませんが、正直に申し上げましたら、チャイニーズ系のファンドがガーッと下押しをしたと。ただしそこに対しては本邦からの買いが非常に強かったと。フィリー指数、米国の、フィラデルフィア連銀指数の方が、びっくりするような悪い数字であったけども、継続した必要な買いというところで、ファンド筋、そういった仕掛けのところも、じり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 と、買い戻しを余儀なくさせられたということが、インターバンク市場の中で指摘されているというようなお話をさせていただきました。そういった意味ではちょっと失礼ながら、一般的な市況、場況の中ではちょっとなんで下がったのに上がってんのというところがなかなか理解しがたいのかじゃないかなという思ったところでのご案内でございました。でもちろん米国株式市場、そして米債金利、こういった上昇によっても買い戻されたというところでございますので、週末、これもですね、ラジオの方でちょっと申し上げさせていただきましたが、2点ほどリスクということで、もちろん週末リスクでございますけれども、もう1点 G20 がございます。でこちらにおいてはですね、脆弱な通貨と言われております某5カ国の、それぞれ、財務担当の皆様方も会議参加していらっしゃいますので、個人的には国際協調枠組みでという形で私はうまい具合に収まるんではないかなというふうにして思ってはおりますが、あくまでも当該新興国、自分たちが悪いんじゃないというような形をちょっと、二極化するようなですね、形、これちょっと断罪するような形になってしまうと、ちょっと会議もうまい具合にいかなくなってしまうので、そのリスクが週末に持ち越されるという見解を持っております。じゃあ今般どういったリスク回避をしたらいいのかというところでございますが、ちょっとマーケットどちらかというとショートにして少し買い戻し気味というような形になっていますから、ポジションの縮小というならば少し買い戻しの方がトレンド的にはあるのかなというところで、買って遂行しておりますが、いずれにしても皆様ご自身のポジションはそれぞれアゲンストに対するリスク管理というところで、こういったところは改めてご確認をしていただければと思います。そして今回でございますが、週末ということで、これは毎度毎度でございますが、ウィークリーレポート当社関連サイトの方でご案内させていただいております。で今回のタイトルは2月24日週不惑の円安志向が問われる月末展開と題してご案内させていただいております。ぜひこちらの方も僭越ながらご参考にしていただければと思います。さて今回の日替わり竹部でございますが、月末週、月末に入ってきたというところで、このタイトルでご案内させていただきます。日本勢の円高阻止心理と2月24日週為替見通しというところでございます。でこの為替見通しに関してでございますが、要は、先ほどのウィークリーレポートのところをご覧になっていただければというところなんですが、心理のものは何が言いたいかというと、回避率、これ青いところで、ラインのところですが、もう見ていただければわかるかと思います。要は皆さん円高阻止に動いてるんですねと、円高阻止、結果的でございますけども、要はアベノミクスでの信任性は、剥落していないというところで皆さん、回比率を維持させているところが1月の下旬から顕著に見られるというところでございます。もちろん増加減によって若干増、上下ぶれあるじゃないかというのはご指摘もあろうかとは思いますが、でもこれよく見ますと、大体 77% から 79% 水準の中で動いておりますので、そういった意味ではトレンド的にはまだまだドル買い円売りでの信任性がドル円相場においては強いと、そうした意味では先ほど、インターバンクでのお話というところで、ラジオでも申し上げましたリキアの FX 道場ブログのところでもちょっとご案内させていただいたんですが、本邦公的機関投資家が、都市銀行などを通じての買い意欲というのがまだまだ持続させられているというところが大きなポイントというところでは、アベノミクスに対する信任性、もしくはそういった意思というものはまだ崩れていないというところだと思います。ただしもちろんでございますが、今般新興国通貨も含めて、混乱も含めて、もしくは安倍政権に対する政治信条に対してちょっと曲解した攻めというものもあったというところがございますので、内外温度格差というもの、こういったものはちょっと難しいかもしれませんが、各種報道などを見ていただいてですね、ぜひこういったマーケットの戦時
メント、この辺はですね、ぜひ感覚的に身につけていただいて、ドル円相場お取り組みいただければと思います。以上、2月の21日金曜日の日替わり竹部でございました。